アファメーションコーチの天野です。今回はトークをしていきますね。今回のテーマは最強のアファメーション利用法とはです。まあ、今回の話はですね、以前もお話しした内容とちょっと被るようなところもあるんですけど、まあ、その内容をですね、さらに、もうちょっと深掘りしてみた内容となります。で、結論から言うとですね、この人生すべてをアファメーションにしてしまうということですね。まずそもそも大前提として、みんな何らかの形でアファメーションはしてるんですよ。これは無意識のうちにやってます。だから自分はこういう人間であるっていうことをですね、日々、行動によってとか、使う言葉によってですね、やっているわけですね。例えばですね、本当、いわゆるありきたりの人生しか知らない人っていうのがいたとして、そうですね、ありきたりの人生って言ったら、普通に高校行って、大学行って、で、どっかの会社に入って、終身雇用でずっと勤め上げて、年金をもらって、平穏に暮らすみたいな人生ですよね。で、それ以外はちょっと普通の人生じゃないみたいな、これ以外はありえないみたいな、こういう、概念で暮らしていた人がいたとしましょう。で、こういう人は、自分は、終身雇用でずっと働いて年金をもらうという人生を歩む男であるっていう、そういうアファメーションを日々やってるわけですね。実際に、なんつうかな、行動でもそういうアファメーションをするんですよ。で、アファメーションって別に言葉で唱えるだけがアファメーションじゃないですからね。行動でもアファメーションっていうのは行いますから、非言語アファメーションっていうふうに言うんですけど、例えば、もしかしたらちょっとしたチャンスをつかめるかもしれない。なんとかな、ビジネスチャンスっぽいような、そういう機会が訪れたときに、自分は、ありきたりの、なんつうかな、終身雇用で年金をもらう人生しかありえないんだっていうふうに考えている人は、そういうチャンスをつかみませんよね。そういう話が来たとしても、いやいや、ちょっと、俺はさ、そういうのちょっとあんまり向いてないんだよね、みたいな感じで、そのチャンスをつかまないっていう行動をするわけじゃないですか。ってことは、その人はもう行動によって、自分は、終身雇用で、年金をもらう人生を歩む男であるっていう、そういうアファメーションをしてるわけですね。だから、もう日々、もうそうなんですよ。だから、例えば、読む本とかもそうですよね。書店に入って、どんな本を買おうかなって思うじゃないですか。で、そういう時に、そういう人生に合ったような、そういう本を、選んで買うってことになりますよね。そういう人は間違っても、企業のマニュアルであるとか、そういった本は開きませんよね。だから言ってみたら、これも行動によるアファメーションなんですよ。だから、人生のゴールってのは、これは、誰もが持ってるんですね。それは、普通は無意識的に持ってます。大抵がですね、周りの言われるがままというか、マスコミで言われている概念であるとか、親に言われてきたことであるとか、そういったことをなんとなくそのまま受け入れて、で、それを人生の指針としているわけですね。だから言ってみたら、それがゴールなわけですよ。で、そのゴールに基づいたアファメーションメッセージを日々自分で唱えてるし、自分でもそういう行動をするわけですね。で、自分で唱えるっていうのは、例えば、一言一言放つ言葉がそうなわけですよ。だから例えば、テレビを見てて、ちょっと、起業家が出てきてですね、ちょっと元気いっぱい話していたとします。で、そういう時に、こういうのってあんま良くないよねと。起業するってのはリスク高いしねと。なんだかんだね、しっかりと、サラリーマンとして勤め上げるのがいいんだよなっていうふうに言葉を放つわけじゃないですか。それは独り言であったりとか、人とそういう会話をするときにそういう言葉を放ったりしますよね。あるいはネットでそういう書き込みをしたりしますよね。で、それがもうアファメーションになってるわけですよ。だから、自分のなんとなく持ってるゴール、そのゴールっていうのはさっきも言った通り、人に与えられたゴールなんですけど、そのゴールに基づいて、で、自分で実際にそういうアファメーションをしてるわけですね。そういう言葉を言ったりとか、そういう行動をしたりしてるわけですね。だから、いずれにしてもアファメーションというものは誰もがやってます。ということはですよ、自分の人生を望む通りにしたいなっていうふうに思った場合は、人に与えられたなんとなくのゴールで定めた、
まあ、そこから紡ぎ出されるアファメーションメッセージ、アファメーション行動ではなく、まあ、自分自身でゴールを定めて、それに沿ったアファメーションメッセージを日々、まあ、聞く、自分で言う、行動するってことを繰り返すことが重要ということがわかるわけじゃないですか。ということは、人生全体をもうアファメーションとして認識して実践するわけですよ。だから一つ一つの行動、一つ一つの、うん、まあ、言う言葉、あと聞く言葉ですね。そういった言葉を自分の定めたゴールに沿ったものにするわけですね。で、これこそが最強のアファメーションです。最強のアファメーションの利用法ですね。で、まあ、とは言ってもですね、ちょっと抽象的な話になってるんで、もうちょっと具体的な話に落とし込むとですね、で、これこそがですね、以前話したこととちょっと重なる部分でもあるんですけど、以前話したことは、どういった内容を話したかっていうと、まあ、僕のチャンネルで、まあ、いろんなアファメーションメッセージありますよね。で、そういったメッセージの中には、まあ、自分のゴールとはちょっと、違うっていうか、関係ないようなメッセージもあったりするわけじゃないですか。例えば、まあ、背が高くなるっていうアファメーションメッセージ、まあ、あるんですけど、まあ、別に自分は背に関してはそこまで、こだわりはないよっていう人にとっては、その背が高くなるっていうアファメーションはそんなに、まあ、自分的には、あまり、まあ、聞いたりする必要ないかなっていうふうな思える、メッセージですよね。ですけど、まあ、そういったものもちょっと聞いてみるわけですよ、で、それは何でかっていうと、それを自分に当てはめて聞いてみるわけですね。で、まあ、背が高くなるっていう、まあ、こういうメッセージの場合だったら、例えば自分は、もっと優しくなるんだっていう、そういう目標を持っていたとしましょう。で、その時に、まあ、ただ優しくなるって言ったってどうも抽象的ですよね、言葉が。なので、それを背が高くなるっていうことに当てはめて考えてみて、まるで自分の中の優しさというものが背が高くなるかのようなイメージでどん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 成長していくんだっていう、こういうふうにその言葉を捉えたら、背が高くなるっていうアファメーションメッセージは自分のためのアファメーションメッセージになるわけじゃないですか。だから言ってみたらそういうことなんですよ。で、今回の話はそれをもっともっと拡大するということですね。だから日々、まあ、いろんなマスコミで流れる言葉であるとか、まあ、友達と話したりする言葉であったりとか、そういう時に、まあ、いろんな言葉を聞きますよね。で、それをすべて自分のための言葉にもう置き換えちゃうわけですよ。まあ、要は都合よく考えるということですね。だからもう極端なことを言ったら、ちょっと、マイナスっぽいことを言われたとしても、それを都合よく考えて自分に置き換えるわけですよ。まあ、例えばですね、まあ、上司に怒られたってことがあったとしましょう。まあ、ちょっとここのところさ、ちょっとこの仕事もうちょっとちゃんとしといてよみたいな感じで、まあ、言われたとしますよね。で、そうするとこれなんか普通だったら、あ、怒られちゃったよみたいな感じで思っちゃいそうなところなんですけど、でもそうではなくて、あ、怒られたということはこれ期待されてんだみたいな感じで、あ、これは期待の裏返しだなっていうふうに捉えて、それを激励のメッセージとして受け取るわけですよ。で、あと例えばですね、まあ、お店で例えば並んだりしているときにちょっとしたトラブルになるときありますよね。他の人と、ちょっと俺の方が先だよみたいな感じでちょっとした言い合いになることがありますよね。で、まあ、そんなようなことがあったとしましょう。で、他の人がですね、ちょっと私の方が先なんですけど、ちょっと困るんですけど、みたいな感じで言ってきたとします。で、こういうときも普通はちょっと、まあ、嫌な感じ持つじゃないですか。でも、そうではなく、あ、これは私に注目してるから、こういうふうに言ってくれたんだと。まあ、私がまるで先に行くかのようにこの人には見えたんだなと。あ、ということは私ってそこまでなんか積極的なオーラって出てるんじゃないかと。あ、これってじゃあ私にとってすごく魅力的な言葉だよね、みたいな。まあ、そういう感じで捉えるわけなんですね。で、こうすると別にカチンとくることもないし、むしろ自分をどん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 盛り上げてくれますよね。テンションを上げてくれますよね。で、こうやって日常で聞くすべての言葉をですね、自分に置き換えて都合のいいように、まあ、捉えるわけですよ。まあ、そうすると、まあ、生活すべてがアファメーションですからね、どん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 それが潜在意識に溜まっていって、自分の人生がもうもっともっと、まあ、いい方向に進んでいくわけなんですね。で、ちなみにですね、この、まあ、人生全体をアファメーションとして捉えるっていう、この考え方に関しては、まあ、ちょっとコツがあって、ポイントが、まあ、あるわけなんですね。で、それはですね、しっかりとゴールを定めるということです。
で、しかもそのゴールは抽象度の高いゴールですね。そういう抽象度の高いゴールを定めた上で、まあ、いろんな人の言葉なんかを、まあ、例えばマイナス言葉であっただったらそれをまあ都合よく捉えたりするっていうことですね。で、もしそういうことをしない上で単に都合よく捉えるっていうふうにすると、それはむしろ、なんつうかな、自分の人生にとってあまりいい方向に作用しないというか、例えば単なる言い訳になってしまったりとか、まあ、ちょっと自己中っぽくなってしまったりとか、そういうふうになってしまうわけなんですね。で、例えばですね、まあ、好きな人がいたとして、で、その人にですね、まあ、告白したら、まあ、ごめんなさいと、他に好きな人がいるんですよっていうふうに言われちゃったとしましょう。で、この時にですね、まあ、ゴールを定めてない上で、この言葉を、まあ、都合よく解釈しちゃったら、ちょっと自己中っぽくなっちゃうんですよね。だから、例えば、なんか断られたっぽい気もするけど、でも実は違うんだよ、みたいな。いや、実は俺のこと好きなんだよ、みたいな感じで、変な風に捉えちゃって、で、それでその人に執着しちゃって、で、なんか、トラブルに発展しちゃうみたいなことにもなりかねないわけなんですね。だから、そうならないためには、しっかりとゴールを定める。で、しかも、抽象度の高いゴールを定めるということが必要になってきます。で、その上で、まあ、いろんな言葉を、まあ、自分にとって都合よく解釈していくということですね。だから、この場合だったら、ごめんなさいと、他に好きな人がいるんですよっていうふうに言われたわけじゃないですか。だったら、それを、まあ、抽象度の高いゴールに当てはめて、自分に都合よく解釈すればいいわけなんですよ。だから、まあ、どうなるかっていうと、これは自分に対する激励なんだと。自分はまだ、この人の求めるところには至ってないということだなと。もっともっと男を磨けと。こういうことなんだなと。なるほどねってことで、まあ、自分を磨いていくモチベーションに変えることができるわけじゃないですか。だから、もしかして、まあ、時期を経て男を磨いてから、もう一回、まあ、アタックしてみたらもう大丈夫かもしれないし、まあ、たとえそうじゃなかったとしても、まあ、他の人とお付き合いできたりとか、そういったことになりますよね。で、そして何よりも、その人にあまり執着しないっていう結果に結びつきますよね。何せ、抽象度の高いゴールですから。だから、この場合、どうでしょうかね。抽象度の高いゴールって、この場合だったらどういうふうな感じで定められるかというと、まあ、器の広い男になるとか、そういうゴールですよね。まあ、これ非常に抽象度の高いゴールですよね。だけどこれ、もし抽象度の低い考えだとどうなるかっていうと、まあ、この人とお付き合いしたいとか、そういうことになりますよ。だから、この人以外はありえないとか、そういうことになりますよね。でも、それだと、まあ、すべてが本当自分勝手になっちゃうわけですよ。自分勝手に都合よく解釈しちゃう。で、そして他になんか話が来た時に、それをしない言い訳にしちゃうとか。だから全部本当自分都合で動いちゃうってことになるわけなんですね。だからそうならないように抽象度の高いゴールを定めた上で、で、その上で、まあ、日常を聞くすべての言葉を自分にとってのアファメーションに変えていけばいいわけなんですね。まあ言ってみたら言葉っていうのは、すごく魔力があるんですよ。なんか魔法みたいなものなんですね。で、まあ、この言葉の持つ魔力っていうか、まあ、これってすごく使えるんですね。で、言葉っていうのは、まあ、これ、僕もトークチャンネルなんかでもしょっちゅう言ってることなんですけど、言葉って実は不完全なんですよ。すごく、なんていうのかな、完璧ではないわけなんですよね。まあ、だから、まあ、例えば、愛っていう言葉がありますよね。愛。まあ、愛し合うとかの愛。で、愛っていう言葉は、それは、まあ、一言で済みますよね。愛とはどういう意味だっていうふうに言ったら、愛とはこういう意味であるみたいな感じ。それこそ辞書に書いてあるじゃないですか、意味とかは。だから、愛とはこういうことであるっていうふうに、まあ、その辞書的には意味は定義されてますけど、でも、そういうことじゃないですよね。愛ってすごく広い意味があるし、深い意味があるし。だから、それを愛という、まあ、この言葉に集約させて、まあ、使うわけですから、まあ、ただ言ってみたら、愛という概念の全てを言い表しているわけではないわけなんですね。だから、そういうことからすると、まあ、言葉というものは不完全ではあるんですけど、でも逆にですね、この不完全な要素が魔力となるわけですよ。
言ってること伝わりますかね。例えばですね、ドットの粗いゲームとかあるじゃないですか。まあ、僕なんか子供の頃、ファミコンっていうのがあって、だから、今のゲームに比べたらもうすごく粗い絵だったんですよ。今ってすごくグラフィック綺麗ですよね。でも、そうじゃなく昔のゲームっていうのは、すごく粗い絵が動くような感じのゲームだったわけですよね。でも、逆にそれが想像力をかきたてるっていう部分もあったわけですよ。だから結構多いのが昔のゲームの方がなんか怖いよねとか想像力かきたてるよねとかワクワクするよねとか、だからちょっと怖い系のゲームとかだったらすごく怖くなったりするし、ワクワクする系のゲームだったらすごくワクワクするし、まあ、それこそ僕はドラクエなんてやった記憶ありますけど、ドラクエ1とか2とかってすごくドットが荒いんですよ。でもドットが荒いけどいろんな想像が膨らむんですね。クリアした時に、なんていうか、すごく、周りから祝福されてるような、だけど実際見る絵としてはドットの粗い、まあ言ってみたら幼稚な絵なんですけど、でも逆にそれがいろんな想像力をかきたてて、なんかすごくテンション上がったっていう記憶ありますね。で、まあ今のグラフィック綺麗なドラクエっていうのも、まあ素晴らしい、じゃ素晴らしいんですけど、でもある意味それは確定しちゃってますよね。あ、こういう世界観なんだっていうことで確定させちゃってるようなところがあるんで、だからまあ、不完全であるってことは逆にいいことなんですよね。だから言葉っていうのはまあ不完全なんですけど、そのまあ不完全さをまあ逆に魔力として生かして、まあいろいろ日常言葉を聞くことはあるかと思いますけど、その言葉をですね、自分のゴールに結びつけて自分に都合よく解釈して、で自分をもっともっと奮い立たせる、自分をもっともっと前に進めるための、まあ、燃料として使っていけばいいわけなんですね。まあ、今回の話ぜひ参考にしていただけたらなと思います。以上です。